きチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。総チェックということで、もうね、9月も始まりまして、まあ、まだまだちょっと予断を許さないペナントレース争い、どうなっていくのか、佐々木チャンネルとともに皆さん楽しんでいきましょう。さあ、まずはパリーグから。ロッテ対楽天。ね、これは4連戦、2カード目。ね、先発早川、西野での戦い。これでロッテが勝てばね、かなり有利というところで、結果はロッテ対楽天。1対2で楽天の勝利ということで、楽天先発早川。8回3分の2、126球、4安打6三振、1四球、1失点と完璧。左バッターのこのインハイとか、このインコースの強い球、非常に良かったね。まあ、あれによってね、他のチェンジアップとか、左バッターの外のスライダーも生きたしね。で、右バッターのアウトコースのチェンジアップもいいところを投げ切れてたし、非常に良かったね。まあ、ね、完封ならずっていうところもあったけどもね、素晴らしいピッチング。ロッテ先発西野、7回103球、6安打5三振、2四球、2失点っていうところで、まあこれは攻められないね。7回2失点だからね。ロッテ打線4安打に抑えられてるから。まあこれは攻められない。まあその中でね、楽天は4回に先制っていうところで、2アウトから鈴木大地がね、ライト線に追ベース。で、2アウト2塁から安田がね、ホークを左中間へ、タイムリーツーベースで、タイムリー、くべて。安田、打つんよ。知ってたんよ、俺は。フレッシュオールスターで見た時から、いい選手、これはいいね、と。ね、なんで使わないんやと。ね。それはまあずっと使ってたらひょっとしたらね、打てなくなる時もあるけども、他のキャッチャーとかのね、打撃を見比べてもね、途中から出してもいいわけだからね、スタメンじゃなくても途中からもうすぐ負けてたらね、代打で安田でそのままキャッチャーっていうのもね、いいんだしね、まあ、ファーストを守れて DH もあるっていうことを考えればね、下位打線に置いとくとね、非常に存在感あるバッティングね、していくんじゃないのかなっていうところでね。まあこれがね、今後どこまで続くかっていうのは本人のね、能力次第だから、これはチャンスだからね、本人にも頑張ってもらいたいっていうね。そして6回にはね、浅村がね、スライダーね、甘めに入ったところファール。で、もう一球スライダーが甘めに入ってきて、レフトスタンドでホームラン。くばって。西野バット。いや、一回ストライク取ったら次もうちょっと狙うっていうね、ところもあるけども、まあ2エンド2だからね、もうちょっと狙ってもよかったよね。そう考えるとね。だからそういったところではね、これ続け球が甘くなっているっていうところもあるんでね、まあそこら辺はね、続けたら甘くなるっていう定説あるけども、それはね、ピッチャーの能力の問題もあるわけだからね、そこら辺はもうちょっと意識してね、カウントもいいからね、この安田の時もね、フォーク続けるけど、ワンボールツーストライクだから、またワンパーでもいいわけだよね。そう考えるとね、もうちょっとね、丁寧なピッチング、まあこれ攻められないけど、7回2失点だからね、だからそこは反省するべきとこは、まあ反省する必要があるかなっていうね。で、まあ、ロッテとしたらね、まあ、初回ね、ワンアウトからポランコツーベース打つけども、藤原外が続けず、ね。で、三者凡退が続いて、ヒットは出るけどもね、やっぱり連打は出ない。まあ、4アンダーだからね、もうビッグチャンスは9回だね。9回ね、先頭藤岡フォアボール。で、ポランコ藤原アウトになるけども、外がね、センターオーバー、タイムリーツーベースで。で、ここでね、最後高め、ね、スライダーね、1、2塁間。またちょっと打球が弱かったね。でアウトっていうところ、まあ、ロッテとしては完敗ね。まあ、楽天としてはね、これ1回勝って、まあ、ほんと、あと残り2連勝すればね、一気に 0.5 ゲーム差も縮まるから、これ勝負どころだからね、これ2戦目早川で取ったのは大きいかなと。まあ、ロッテとしては2勝2敗5分でいいからね、あとね、週末2連戦、1回勝てばいいっていうところでね、最低でもね、まあ、どういった戦いをするのか注目ですね。ロッテ対楽天、7日の試合、1対4で楽天の勝利というところで、風も吹いてる中ね、楽天先発岸、6回86球2安打2三振2四球無失点でグッピッチね、いい形で緩急ねつけて攻めれたんじゃないでしょうか。でロッテ先発大島、5回95球5安、3安打5三振4四球3失点と打たれてないけどね、まあ、一発に沈むっていうところでね、初回先頭小郷フォアボール、これ痛かったね、何気に。まあ、その後ね、小深田辰巳、アウトに取るんだけども、2アウト3塁から浅村にね、レフトスタンドへホームラン。4回には伊藤祐樹にホームランで3対0。でロッテはね、7回 裏に、中村のタイムリーツーベースでね、1点返すけども、まあ、その後の2アウト2、3塁ね、続けて、ここがファーストゴロ、ここでね、追いつけるチャンスあったから、ここで1本出ればっていうところもあるけども、まあ、ロッテとしたら完敗かな。で、9回ね、安田にライトスタンドにホームランが出て、ね、安田、打つのよ、これがまたね。で、4対1と、まあ、楽天としたら完勝、まあ、ロッテとしたら4、ね、3発のホームランで沈んだっていうところで、まあ、ロッテとしたらね、結局は一発攻勢になってくると、外ポランコが打たないとなかなか苦しいなっていう試合展開で、ここまでね、4連戦1勝2敗で楽天の、ロッテ1勝、楽天2勝でね、これ最後ね、4連戦目、楽天が3勝1敗で乗り切れば、
かなり大きなね展開っていうところで8日の試合9対5でロッテの勝利ということで、この4カードね、この1カード4連戦、2勝2敗で5分っていう形になりましたけど、これはロッテとしてはねかなり大きいね、この5分はね結局 2.5 ゲーム差のままだからね、まあ、まだね、楽天とロッテの、連戦は続くけども、非常に大きなこの5分の、ね、戦いだったと思います。楽天はねこの8日の試合勝ってたらね 0.5 ゲーム差になるから大きかったけどもね、まあその中でロッテ楽天ね9対5でロッテの勝利、もう打ち合いですというところで、楽天先発打ち4回3分の1 62球、6安打3三振2球6失点で、ロッテ先発佐々木朗希5回98球7安打7三振4球3失点と、まあ、やっぱり佐々木朗希もいい球と悪い球がはっきりしてるなっていうところと、このね初回2アウト満塁から渡辺高めのあの高めのストレートをレフトに打たれるっていうことは、かなりやっぱりストレートの球質は悪いんだろうなっていうね。しかもこのね初回も、先頭号にセンター前ヒットで辰巳で、鈴木大地フォアボールだからね、あれあれの展開で大郷にはね盗塁されるわ、まあ、そういったところではねちょっと厳しかったね投球的にはね。でねこれ2アウト満塁からねこのレフトの角中ね、セカンドランナー辰巳をホームで刺してグッスローなんだけども、やっぱりホームはヘッドスライディングよ、あれだって足はベース過ぎてたからね、スライディングしながら手で行ってアウトだから、あれ頭から行ってたらセーフだったんちゃうかっていうところはねちょっともったいないかな、やっぱり足からはね。でその中でロッテはね3回裏先頭佐藤俊也がフォアボール、藤原タイムリースリーベースに、小川がタイムリーとね、で逆転で楽天は5回表にね辰巳のセンタータイムリーツーベースで、3対2逆転するん、あでそれで同点かで同点になって浅村フォアボール、鈴木大地アウトになるけども、また渡辺がね、初回同様にタイムリーを打って3対2で逆転。しかしロッテはねその5回の裏藤原タイムリーそして外タイムリーっていうところでしっかりね、勝ち越したところが大きい。だからこの試合やっぱりね外とポランコがやっぱり打てばねロッテは強いっていうところで、まあ、この試合ね外が5打数2安打4打点1ホーマーね、でポランコが5打数1安打1打点としっかりねこのクリーンナップの両外国人選手がやっぱり打点を上げると強いかなと、まあ、9対5逃げ切り勝ち、まあ、楽天もね、7回鈴木大地のタイムリー8回ね小郷のレフトフライを小川と荻野がね追われすぎてぶつかっちゃってね、あれはやっぱ荻野に任せなきゃいけないよ、小川行き過ぎだよね、で落としちゃって失点するけども、取られた後もねちゃんと7回裏に、相手のタイムリーで8回裏にね外のツーランというところですぐ取り返したのが大きかったね。だからロッテとしてはねちょっと大味な試合展開になったけど、それをしっかりね外ポランコが打ってね周りも打ちながらねしっかりあの勝ちに結びつけたのは良かったし、逆にやっぱりねその楽天は、まあ、初回の辰巳のヘッドスライディングだったら俺はセーフちゃうかっていうところもあるし、まあ、8回のね、渡辺のねエラーっていうところもあるし、ちょっとねそういったところのミスもねちょっと大きかったかな。まあ2勝2敗ねロッテとしたら5分、まあ楽天としたらまあ勝ち越したかったけどね、まあ最低限かなっていうところでしたね。続いてはソフトバンク対西武、1対0で西武の勝ちというところで、ソフトバンク先発有原8回104球7安打6三振1失点で、まあ、8月はねちょっと苦労したけども、この試合いい形だったけども味方が点取ってくれず、で西武先発、渡辺裕太郎5回91球4安打1三振4四球無失点と、まあ、途中ねちょっと足がつったのかな、なんかピリッときたっていう表現もあったけどもね、まあ、つっただけだってよかったけどね、ちょっと肉離れとかだったら心配だなっていうところはあるけども、5回終わった後ね、まあ、6回の試合イニング特にね投球練習中でちょっと違和感を覚えて交代というね、でその後まあ佐藤、平、甲斐野、アブレイユとね、しっかりリーフが抑えてグッと押しというところでね、逃げ切り勝ち、ね、西武はもう4回のね、佐藤龍生のホームラン一発でね逃げ切り勝ちっていうところだけども、まあ、ソフトバンク取れる時に取らないからこうなる、もう典型的です。もうね、初回2アウトからだったけども栗原ツーベースで、山川近藤フォアボールで2アウト満塁で、正木がねファーストファールフライ、今日もこの試合正木がブレーキになっちゃってね、チャンスで全部調子が悪い時に打てない時にね、チャンスがめっちゃ回ってくるんだよ、気持ちわかるね。3回にはね栗原ツーベース近藤フォアボール、そしてまた2アウト1、3塁で正木ねレフトフライね、で1点取られた後のね4回裏ソフトバンクね先頭柳口フォアボールで、甲斐がライトフライになるけども、槙原がライト前ヒットで、ワンアウト1、3塁からここで同点追いつきたいっていうところでシュートが三振で、今宮ショートゴロで1点取れずね、
そしてそこからもうね、三者凡退、リリーフ陣がね、踏ん張って、で、8回ね、ピッチャー回の、ね、ワンアウトから山川レフト前なんで、近藤フォアボール。で、ワンアウト一塁から、まさき三振、柳町三振、連続三振、回のグッピーチ。まあ、自分で作ったピンチだけど。で、9回フォアボール出すけども、まあ、1本です。っていうところで、な、取れるチャンス結構あったけどね。ちょっとソフトバンクも打線が湿りがちだからね、まあ、こっからどうなるのかっていうね。まあ、ね、半分追い上げてきてるからね。まあ、このね、まあ、緊張感がね、クライマックスシリーズに向けてはね、かなり役立つんじゃないのかなっていう中でね、今の苦しみがね、最後はね、苦しんでよかったっていうようなね、展開になるような気もするけども、ね、まあ、この日はね、まさきにチャンスが回って、だから近藤ほぼフォアボールだからね、1打数ノーヒットだから、ね、あと全部フォアボール。で、まさきにチャンスが回って打てないっていうね、ところでは、まあ、次の日ね、どうなるのか。まあ、こういった次の日打線が爆発しがちだけどね、どうなるのか注目です。西武としてはね、しっかり1対0逃げ切りがち、素晴らしいゲーム展開だったと思います。ソフトバンク対西武、7日の試合2対3で西武の逆転勝ちというところで、最近のソフトバンクはもうこれにつくよ、取れる時に取んないからこうなる、はい、ということでね、西武先発今井7回122球9安打9三振3四球1デッドボール2失点とね、勝ち星つかなかったけども非常にねゲームを作っていくピッチ、ね、でソフトバンク先発シュワットジュニア7回122球2安打6三振3四球1失点こちらもグッピッチ、ね、勝ち星つけてやりたかったけどっていうところで、西武はね初回先制、ノーアウト1、3塁からね、西川のレフトへ犠牲フライで1点先制っていうところでね、しっかり1点勝ち越すけどもね、ソフトバンクは3回の裏、牧原ライトスタンドへホームラン、そして今度のタイムリーヒットで2対1で逆転、まあ、このままねもう勝ちに結びついていくかなっていうところでね、今はやっぱり松本そしてねオスナもいないっていうね、勝ち投手のリリーフ陣再編成って言ったところで、8回ね杉山がマウンドに上がって先頭高賀がフォアボール、これ痛いよね。で1番長谷川が送りバントで、ワンアウト2塁から源田がファーストサードファールフライになるけども、2アウト2塁から西川がセンター前ヒットで同点で、9回にはヘルナンデスがマウンドに上がるけども、ワンアウトから外崎にライトスタンドへホームラン、グッパッ、ね、逆転ね、でそのままソフトバンク得点できずゲームセット。西武は4安打で勝利、ソフトバンクは10安打で2点というところで、ソフトバンクは初回、先頭、周東がツーベースっていうね、ところになるけども、積極的に3塁狙ってタッチアウトっていうね、まあ、アグレッシブに行くんはいいけどね、もったいなかったかなと。しかしその後ね、川瀬がツーベースってチャンス来るけども、栗原山川1本出ず、ね、で2回も先頭近藤出るけども後続続かずで、4回にもフォアボールでランナー出るけどもダブルプレーで、5回にも2アウトからだけども、栗原山川がね、ヒット2ベースを打って2アウト2、3塁で、近藤フォアボールで、2アウト満塁から正木が、三振というところで1本です。ね。7回にも2アウトから栗原デッドボール、山川ヒットとランナー出るけども、近藤が三振。ね。で、8回にも2アウト満塁チャンス来るけども、川瀬がファーストゴロ。で、9回にも先頭栗原が2ベースで出るけども、後続続かず点が取れないっていうところで、チャンスは明らかに多かったけども1本出ないっていうね、なかなか苦しい展開で逆転負け。これで西武対ソフトバンク2連敗ソフトバンク、西武のカード勝ち越しが決まる中で3戦目どうなるのかっていうところで、結果は3対1、8日の試合ソフトバンクの勝利というところでね、こうやっと1個勝って、しかもこの試合日本ハムは負けてマジックが2個減るっていうね、ソフトバンク先発松本5回3分の299球3安打8三振1球1デッドボール1失点と、非常にね、クピチ、ひょっとしたらショートリリーフだったかも分かんないけども調子が良かったっていうところでね、5回投げ切る、その後岩井、大山、長谷川、杉山、ヘルナンデスとね、ランナー出しながらも苦しいピッチングの中でしっかり粘り勝ち、ね、で西武先発竹内7回109球6安打6三振1球1デッドボール2失点とグッピチ。でも敗戦投手打撃の援護がなく、これはもう本人のせいじゃない、仕方ないね。ソフトバンクは2回裏ね、ワンアウトから近藤松井が連続ヒット、石塚三振するけども、ツーアウト2、3塁から甲斐がね、センターへタイムリーツーベースっていうところで先制するんだけども、これ6球全部ストレートなのよ。その前の石塚には外のね、シンカー、チェンジアップ系、ツーシーム系かな、最後ツーシームで三振取ってるね。その後の甲斐に打たれたその後の佐藤直樹にとっても、ツーシームスライダー変化球使って打ち取ってるんだよ。でも回の時だけ初球ストレートボール2、3球目ストレート空振りで3、4球目ストレートボールで3ボール2ストライクから最後ストレートでツーベース打たれてるのよ。いや、もっと、まあ、意図はあったんだろうけど、キャッチャーするみたいにね、もったいない、非常に、まあ、結果論になるけども打ち取る策絶対あったと思う。これは
これは非常に、しかもその前もその後も変化球めちゃくちゃ良かっただけにね、非常にもったいないかなっていうね。で、西武はね、5回表に、隅田のね、2アウト2塁からレフトフェンス直撃のタイムリースリーベースを打って1点返すけども、ソフトバンクは8回裏ね、ワンアウト1、3塁から近藤が犠牲フライを打って3点目。まあ、西武はね、4安打だったんで、なかなかチャンスなく、まあ、ソフトバンクとしてはね、非常にピッチャーがね、粘りながら投球できたのが良かったかなと。でもね、西武としては竹内ね、あの2回裏の回の配球、あそこはまあ結果論になるけども、もったいなかったんじゃないのかなっていうところは気になるね。意図はあったと思うけど、前後のバッターの変化球が素晴らしすぎた。ね。まあソフトバンクはね、最後1勝して、まあ3連敗を免れて、まあ日本ハム負けたんで、マジックが2減るって言ったところではね、まあね、ちょっと牛歩だけどね、優勝に向かっては着実に進んでるんじゃないでしょうか。日本ハム対オリックス、3対2、日本ハムの勝利、さよなら勝ちというところで日本は4安打。オリックス10安打。謎に負けた。ね。オリックス先発カスティーヨ。5回3分の1、85球、3安打4三振、無四球2失点と、自分自身のピッチングね、非常にいいピッチングだったと思います。日本ハム先発金村、7回105球、8安打8三振、1球1デッドボール1失点と、まあ勝ち負けつけずね、7回を1失点、素晴らしいピッチング、新人王争いにね、出てきたからね、これどうなるのかね、終盤ね、この1つの勝ちがね、新人王取れるかどうか大きな分岐点っていうね、ところで、まあ、オリックスはね、1回2回ね、三者満塁で終わるけども、3回表にね、連打連打で、2アウト満塁のチャンスを作って、太田ね、一番今ね、安心感ある太田がね、ライトフライと、ここで1本です。ね。で、なかなか苦しい中ね、日本もね、ランナーは出すけどもね、得点に結びつけずっていうね、ところで、このね、3回の裏、ね、2アウト1、3塁から、浅間の打席ね、ダブルスチールをね、果敢に決めようとして、若月がね、もう取ったらすぐね、これサインプレーね、あるのよ。サードスローっていうね。取ったらすぐにサードスロー投げて、三塁ランナーね、松本が飛び出してたっていうところもあるしね、挟まれてタッチアウト。オリックスの采配が、采配、素晴らしかったね。駆け引きね、なんかあるぞっていうね。でもこれね、左バッターだったから、松本もね、投げてくんの分かると思うんだよ、見てたら。サード向いてるからね、顔も含めてね。そう考えると、あそこですぐ戻れたんちゃうかっていうところもあるから、そこもっと注意深く見る必要あったよね。セカンド投げようとして来たわけじゃないからね。もうそのままサードだから、顔も体も全部向いてるからね。わかるやろっていうところを考えると、バッと、ね、ところもなるけどもね。で、前半戦ね、一進一退で、ね、5回の表、オリックスの攻撃。ワンアウトから横山広岡が連続ヒット。で、ワンアウト一塁から西野のね、タイムリーで、1点先制っていうね、ところではね、非常にね、この1点がね、大きかったかなっていうのはね、あるんだけどもね、あるんだけどもよね、この先制って大きいんだけども、ファーストランナー広岡がね、あの三塁狙ってタッチアウト、もうこれ、ね、キャッチャータミヤね、若干それだけどもね、サードスローストライク送球でね、ナイススローだったと思いますけども、これをアウトになっちゃいけないよ広岡はね。ここで一気に行きたかったところ、これアウトで2アウト1塁でね、太田が三振することによって、ね、まあ1点止まり、まあ1点取れたけどよかったけども、この広岡の三塁アウトはね、バッと。ね。行くんだったらスタート多分遅いよね、正直ね。そう、もう行くの、躊躇したんだったらやめなきゃね。あれアウトになっちゃダメだね。で、日本ハムはね、6回裏、ようやくね、先頭松本がね、サードゴロ、横山、ファースト、悪送球、バッと。普通にアウト。軽いプレーが。で、水野がセンター前。で、ノーアウト一塁から水谷のね、ボテボテの、ピッチャーゴロの間に、ワンアウト二三塁になって、こう、浅間がね、センター前タイムリーヒットで逆転っていうね、結局これもね、ミス。これ、エラーじゃなかったら多分1点も入ってないと思うんだよね。しかしね、オリックスは8回表に、太田のね、ライトスタンドへホームランで、同点というね。しかしよ、オリックスはこの6回表、西川センター前ヒット、杉本レフト前ヒット、ノーアウト一塁からね、紅林送りバント失敗、バッと。だこういうとこもちゃんとしとかなきゃ。これちゃんとしとけばね、この回得点入れられて、で、6回裏のね、ミスもなければ、トントントーンってね、ビッグゲームで勝ててんのよ。でもここでね、ミス遅れないっていうね。で、きっちりね、逆転されて、しかし太田のホームランでね、同点になって、9回裏、ね、2対2、ピッチャーマチャド、ね、先頭水谷のフォアボール。これ痛かったよね。で、浅間がね、送りバントしようとするもね、送りバント失敗。アウト、クライアウト。で、ワンアウト2塁から磯畑が盗塁決めて、で、清宮がフォアボール、敬遠、ね、申告敬遠。で、ワンアウト1塁からね、レイエスショートゴロ、ね、これで、ランナー2、3塁になって、上川畑、フォアボール。これ痛かったよね。まあ、上川畑もね、粘って粘ってフォアボール取ったから、この上川畑のフォアボール、
フォアボールだけども、オリックスとしてはこのフォアボール痛かった。で、最後代打マルチネスのフォアボール押し出したから、このイニング、ノーヒットでサヨナラ負けなんだよ。だから全体的にね、オリックス、自滅です。逆に日本はね、そこをしっかりね、勝ち切ってよかったなっていうね。チャンスを作っても送りバントできない、無駄な走塁しちゃうってね、最後ノーヒットで失点するっていうね、でミスからの失点ね、ミスのオンパレードです、はい、ということでね、日本はねこれで首位と8ゲーム差、奇跡の逆転あるのかね、注目です。日本ハム対オリックス、7日の試合5対1で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発加藤7回96球6安打2三振1球1失点と、まあ、ランナー出すけども、まあ、粘り強いねピッチングがしっかりできたかなと。でオリックス先発ソタニ4回3分の204球6安打3三振3四球5失点と、ちょっとこちらソタニはね、加藤に比べるとちょっとね制球苦しいんだかなっていうところがね、あの明暗分かれちゃったかなと。で日本はね、2回裏、2アウト2塁から万波のタイムリーで先制で、4回裏にも、2アウト2塁から伏見のねタイムリーツーベースで2点目で、5回裏にはねマルティネスのスリーランホームランで一気に5対0、まあ、これでね勝負決まったかなと。でね、オリックスはね7回のトングのホームランのみだけど、オリックスもねランナー出すけども連打が出ない。初回も先頭広岡出るけども連打が出ない。で2回にもねトングのフォアボール出るけども連打が出ないね。で3回にも先頭横山がヒットを打つけども大里のダブルプレーで終わって連打が出ないっていうところで、序盤ランナー出すんだけどもやっぱり連打が出ないね。で5回にもワンアウトから広岡セデーノが連続ヒットでワンアウト1、2塁チャンス来るけども太田が6-4-3ダブルプレーだったりとか、8回にも西球でチャンス来るけども西川に1本出ないとかね。で9回にも、ヒットとフォアボールでチャンス作ってツーアウト満塁するけども広岡が最後三振という形でね、ヒットは8本でしかもフォアボールもあってチャンスは作るんだけども最後の1本が出ないっていうところ、日本は逆にねチャンスが作ってツーアウトからでもそういうね伏見も含めて連打が出てチャンスをねしっかりものにするっていうところの、チャンスで打てたかどうかがね試合に大きく影響したかなってね。そして、8日の試合4対5でオリックスの勝利というところでね、まあこの試合も打ち合いになったけどね、オリックス先発宮城7回3分の2 125球6安打11三振3四球1失点と、まあ、30イニングぶりにね失点をしたっていうところで、本当に序盤からね、まあ、ランナー出すけども粘り強いピッチングでね、勝負球のストレートも力あったしね、11奪三振は見事、勝ち星はつかなかったけども素晴らしいピッチング。日本先発北山ね、6回97球7安打7三振2四球3失点と、こちらも両先発良かったけどね、オリックスは初回ね、広岡フォアボール、そして広岡盗塁、林翔がライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から太田がフォアボールで、ノーアウト満塁からね4番西川がライトへ先制タイムリーを打って1点先制で、なおもノーアウト満塁、ここからね頓宮三振セデーの6-4-3ダブルプレー、ここでもう1点でも取ったらもっと楽な展開になったけども、ここで得点できず、で日本ハムもね1回裏2アウトから清宮レイエス連続ヒットマルチネスフォアボールで満塁のチャンス作るけども、まあ7番がサードゴロと、まあここは2アウトからだからねなかなか難しいかなとね。でオリックスは3回表に、西野がね、久しぶり5年ぶりぐらいのねホームランクパッて、ね、で追加点で4回にもねセデーノのライトスタンドホームランで3対0、ね、で7回にも、広岡のタイムリーツーベースで4対0、もうこれでね先制なくしたもよし、しっかりできてこのまま逃げ切るのかなと思いきや5対0からね、8回裏ね、2アウト2塁からレースのタイムリーで1点返して、で9回ね、ピッチャーマシャとね先頭マナリツーベース、浅野フォアボールで代打、郡司がフォアボール、この2四球痛いよね。でノーアウト満塁から水谷がレフトへタイムリーツーベースで、松本剛三振するけどもワンアウト2、3塁から清宮がライト前タイムリーヒットで同点、しかしここでバッターランナー清宮がファーストオーバーランしすぎて1、2塁間に挟まれてタッチアウト、バッと嘘でしょと、そこは積極的に行き過ぎでしょ状況だって、これワンアウト1、3塁でレースだったらこれサヨナラ行けたからね、確実に勝った試合をこの走塁ミスでね、その後レイエス敬遠でマルチネスライトフライ得点できず、で10回表にね、2アウト満塁から今日大活躍の西野がレフトへタイムリーヒットで勝ち越して5対4でそのままゲームセット、西野はグッバッて、でもこの清宮の走塁、こういう一つずつ勢いに乗るままでやっちゃダメなのよ、こういう一つ一つのことをしっかりできるかどうか、しかもそんな慌ててセカンド行く必要ないのよ、もっとゆっくりサードね回るかね、まあ、清宮としてはセカンドランナーがホームに帰ってる自分がおとりになってでもっていう思いあったけど、回ってないからねオーバーランしすぎなのよ、そういうのはファーストベース踏む前にも見なきゃいけないのよ、
そういったところのちょっとちょっとのね、この気の使い方っていうところができないことによってミスによってね、こう勝ちがね、結びついていかないっていうね、ところで言うとちょっともったいなかったかな。日本ハムとしては3連勝ね、できた中でのこの走塁ミスは痛かった。まあカードとしては勝ち越したからね、最低限良かったけどもね。まあ3位ね、ロッテに 4.5 ゲーム差。これはね、かなり大きい。エスコンでね、クライマックスシリーズが行われるのはほぼ確実なんじゃないのかなっていうね、このカードでしたね。セリーグ、広島対中日。0対3で中日の勝利。広島4連敗。ここに来て足踏み。ね。しかも広島先発大瀬良。5回66球、8安打3四死球3失点と、初回の2本、ルヒタで撃沈。その後、ピンチも粘ったけどね。で、中日先発松葉、6回82球、5安打1三振、四球無失点、クッピチ。持ち前の緩急と、ね、右バッターのアウトコースの出し入れっていうところはね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。その後、清水、松山、マルチネスと、まあ、ヒットを打たれながらもね、なんとか逃げ切り勝ち、完封勝利っていうところで、中日はね、初回、2アウトからだからね、カリステレフト前ヒット、そして細川がね、アウトコースの球、センターバックスクリーンにね、ホームランっていうところで、悪くなかったけどね、大瀬良のアウトコースのストレートの球もね、あれポンってね、当てて乗せただけでホームランだからね。で、続いてね、2ボール1ストライクから宇佐美にね、カットボール、ライトスタンドへホームラン、ポール際ね。これも悪くなかったけどね、投球としたらね、これはもう完全にね、細川と宇佐美のね、クタッだったと思います。で、広島はね、この1回裏ね、先頭秋山センター前ヒット、すぐ点取りたいっていうところで、ね、2番上本がレフト前ね、初球ヒットを打って、ファーストランナー秋山が3塁狙ったところ、レフトのカリステが3塁へストライク送球でアウト。これ痛かったね。で、その後小園がライト前ヒットで同倍数、フォアボールで、満塁のチャンス作るけども、ここでワンアウト満塁から坂倉がキャッチャーファールフライ、で、菊池がセカンドゴロ、0点。これが全て。これが全て。ここで1点でも2点でも取り返してたらっていうところで、まあ、あれ、どう、初回ノーアウトだからね、秋はもう、食っていく必要なかったんちゃうかと、ね。そしたら小園が送りバンドを決めて、堂林っていうところで、1点は返したんちゃうかなっていうところのミスは大きいよね。で、中日としてはね、2回表、先頭板山フォアボール、で、村松レフト前ヒット、ノーアウト1塁チャンス作って、松葉が送りバンド失敗。ここ送りバンド決めて、もう1点取ったらもっと楽な展開だったけどね。でカープはね、あとね、ヒットは出るんだけどね、チャンスは作れずっていうところでね、もうあとビッグチャンスはこの8回裏ね、3対0で迎えたピッチャー松山ね、代打の間がセンター前ヒットで、秋山レフト前ヒット、ノーアウト1塁。ここでね、2点差以内だったら送りバントしてんのよ、上本ね。でも3点差だからもう打ちに行くしかないっていうところで打ちに行って、4、6、3ダブルプレイ。これは痛かったね。でもこれね、この4、6、3ダブルプレイ、ね、板山も含めてね、守備陣、グップレイ。素晴らしかったね。ああいうね、ところも。ね。で、9回にもね、2アウト1塁から最後代打大森のね、サードゴロもね、サードね、福田がね、深いところからね、もう背中への送球になるけども、ノーバンストライク送球でアウト。ね。福田が、ね。プレイ、守備良かったね、中日ね。守備でいろいろね、防いだところも大きかったし、広島としてはやっぱり取り切れるところで取れなかった。やっぱ初回だね。これが全てだったかなっていうね。大瀬良もなんとか踏ん張ったけどもね。8回、3回にもね、ここもね、中日点取らなきゃいけなかったんだけど、ワンアウト1、3塁のチャンス作って、宇佐美ね、先ほどホームラン、1、6、3、ダブルプレーとね、追加点取れず、こうバタバタしてたらね、カープがトントンっていきそうなんだけどもね、そこはね、中日、守備、そして投手陣、非常に踏ん張ったかなと。大瀬良も初回のホームラン、まあ悪いピッチングじゃないけどね、持ってなかった。まあそういったところではね、中日が、3対0で勝ち越し。カープどうなるのか、注目です。広島対中日、7日の試合2対1で広島の勝利ということで、広島連敗ストップ。ね、先発クリ、6回3分の2、103球、5安打7三振、無四球1失点。ここに来てね、ベテランクリが連敗ストップ、コペッチ。ね、その後、ハーン、島内、栗林がね、グッドリリーフをして、逃げ切り勝ち。ね、で中日、先発福谷、5回87球、6安打3三振、1四球2失点で、こちらもグッピッチ。まあ、これは攻められないね。5回2失点でね。で、広島はね、4回裏に、2アウトランナーなしから坂倉がね、ライトスタンドへホームラン。で、5回にはワンアウトリリーフから秋山がね、タイムリーヒットを打って2点先制。中日は7回表にね、2アウト1、3塁からカリステのタイムリーヒットで1点返すけどもね、まあその後後続続かず1本出ずっていうところでは、正直ね、まあ完敗かな。中日はね、3回までノーヒットノーランね。で、4回表に、やっとね、福永がヒット出るけども、まあね、連打続かずね。で、5回、6回と三者凡退なんでね。
まあ、7回ようやく1点返したけども、ちょっとね打線的には完璧に抑えられちゃったかなと。まあ、ロースコアの展開になったけどもね、広島投手にがしっかり逃げ切って、まあ、ツーアウトからの坂倉のホームラン、あれがね非常にこの試合は大きかったかなっていうね。そして、8日の試合3対4で中日の勝利。このカードね、中日は2勝1敗で勝ち越し、逆に広島は負け越したのは大きかったかなっていうね。0対3ね、2対1ね、3対4っていうね、ところでね、その中でね、この試合、中日先発柳4回87球8安打1三振1四球3失点と、ちょっとなんか切れないね球のね、正直、まあ、コントロールよく投げ切ってるけども、ちょっとずつ球質切れが足りひんかなと。まあ、その後はね、斉藤光輝ね、藤島、清水、松山、マルティネスがねしっかりリリーフを踏ん張り切ってね、なんとか逃げ切り勝ちで、広島先発玉浦3回59球5安打1三振1四球3失点っていうね、ところで、まあ、初回の3失点痛かったね。先頭小林フォアボール、これストレートのフォアボールだからね、いきなりね。で、福永がねライトへ先制タイムリーツーベースで、カリステアウトになるけども、またまた細川がねツーランホームランで一気に3点先制ね。で、4回表にも木下のホームランで4対0ね。しかし広島は4回裏に、末金のタイムリー、そして石原のサードゴロの間に1点を入れて、まあ、4対2で、5回には、野間のねタイムリーヒットを打って4対3追いつくんだけど、ここなのよカープは。もうこの回5回裏に先頭秋山レフト前ヒット、矢野がレフト前ヒットで、ノーアウト1塁から野間がセンターへタイムリーヒット、なおもノーアウト1、3塁から4番小園ファーストゴロ。ここでファーストのカリステうまかったね。あれポロンチョしてもおかしくなかったからね、あれを取って本塁へのナイスね送球、そして本塁タッチアウト、グッドプレー、スーパープレー。この中日が勝ったのもこのカリステの守備が大きいね。で、その後ワンアウト1塁から坂倉のファーストファールフライ、末金3失と1点取れず、ここでカープは1点でも取れてたらね、まだ試合展開的に分からなかったし。で、6回表もね先制菊池がレフト前ヒット出て、石原が送りバントを決めるけど、その後ね後続続かずで、7、8、9とね三者凡退でゲームセット、カープのね追撃を中日は許さずっていうところでは、やっぱ5回の裏のね野間がヒットを打ってからのその後の攻撃がね一番のビッグチャンス、それを防いだカリステのスプレー、ナイスプレーっていうねところが中日の逃げ切り勝ち。まあ、中日はやっぱり最強のリリーフ陣いるからね、5回まで勝ってたらねそのしっかり逃げ切れるっていうね、中日の強さを見せた勝利だったんじゃないでしょうか。カープとしては負け越したんで、まあ、次は巨人戦だからね、まあ、ここからね切り替えてどこまで戦えるか勝負ですね。ヤクルトと阪神1対9で阪神の勝利ということで、阪神先発ビーズリー5回82球3度5三振2球1デッドボール1失点と、安定のピッチング、グッピッチング、ね。で、その後岡留、富田、島本、ウルシアーとね、まあ、大量得点にも恵まれてスイスイスイとね、好リリーフ。ヤクルト先発サイスインと4回92球9安打5三振1球1デッドボール5失点。だからもう2回ね、俺の見たところで言うと2回マウンドのこう踏み出す位置のところに土を入れてもらってるっていうのもあるけども、まあ、初回のプレーとかもそうで、なんか苛立ち目だったね。ちょっとイライラしながら投げたのかなっていうところでは、このね結果にそのメンタル的なものが結びついたのかなっていうね。で、阪神は初回ねワンアウトから中野がツーベースで、森下のセンター前ヒットで、ここでねこの森下のセンター前で森下をねセカンドまで生かしちゃダメだよね。中野ホーム楽々セーフだったからね、そういった意味ではヤクルト守備陣にねバッとね。で、その後大山もタイムリーヒットを打って、大山もヒットを打ってね、ワンアウト一三塁ピンチを作って、まあ、育てるね、前川が三振と抑えすぎとか踏ん張ったからね、よかったけども、これをね、森下をセカンドに生かしちゃダメなのかなと。ヤクルトはね、1回の裏、ね、先頭西川がツーベース、長岡三振するけども、サンタナがタイムリーヒットを打って1対1同点、ね、ここまでいい1点の取り方だったけども、2回の表にね、ツーアウト二塁から近本がね、ライトへタイムリーヒットを打って勝ち越し、すぐこれ勝ち越せたのよかったね。で、5回ではね、大山佐藤のね、連続タイムリー。で、ここにね、ワイルドピッチ、もあれは取れない、キャッチャーね。もう挟まって、もうここはもうイライラゾーンですよ、サイスニードのね。で、6回ではね、サステルの満塁ホームランで、一気にね、9対1。まあ、逃げ切り勝ち。あの佐藤のやつもインコースになったのがアウトコースいってるからね、ピッチャーとしては、まあ、失投もあるけども、佐藤輝もでもアウトコースのやつ、あれ、合わせただけだからね。合わせただけでレフトスタンド入るんだから、すごいよね。あのパワーね。そう考えるとね、このミートするだけでパーン行くんちゃうかっていうねところもあるけどもね、そんなフルスイングしなくてもっていうね。まあ、ヤクルトは4安打ね、もうシャットアウト負け、まあ、サイスニードのイライラ感もあったとはいえね、まあ完敗だね。
これはね。まあでも阪神としてはね、いい方勝ち方。首位に向けてはね、これ最下位ヤクルトには負けられないっていうところでね、2.5 ゲーム差だからね、首位で一気に逆転見えてきたね。ここに来て上が足踏みしてるからね。そういった意味では DeNA も 4.5 だからね、待って全然分かんない。これは面白いね。久しぶりにこんなね激戦のセリーグどうなるのか。ヤクルト対阪神、7日の試合6対0でヤクルトの勝利というところで、阪神先発才木6回119、8安の5三振、無四球無失点というところで、まあ8個の三振、あ、じゃあ5個の三振取ったっていうところあるけど、まあ無四球だけどちょっと球数多かったかなっていうところでは、ちょっと調子としては本調子じゃなかったのかなと。でヤクルト先発高橋奎二、5回93球、6安打7三振、3四球4失点と、初回の4失点が痛かったっていうところで、初回ね、近本レフト前ヒット、中野が送りバント決めて、森下、大山連続タイムリーからの佐藤のツーランホームランで一挙に4対0。これは痛かったね。でこのね、近本のレフトポテンヒットもサンタナね、見えへんかったかな、照明かなんかで取れてたけどね、これ取ってればね、この4失点なかっただけに、なんかもったいなさ感じたね。しかもヤクルトは全然ね、これ反撃のチャンスあったけどもね、初回1回の裏ね、先頭西川ライト前ヒットを打ってランナー1塁から牽制さされてアウトで、2回にもサンタナオスナ連続ヒット、村上三振するけども山田ヒットでワンアウト満塁チャンス来るけども中村セカンドフライで、高橋奎二粘って打つけどもね、サードゴロと、まあ必死さ出てたけどもね、4回にも先頭サンタナツーベース打つけども後続が進塁打さえも打てず得点できずね。で5回にも2アウトから西川長岡ヒット出るけども、宮本が三振で、6回にも先頭サンタナがツーベース打つけども後続続かずねっていうね、ところでチャンスは幾度もあったけども後続が続かず、まあそこはね阪神投手陣がねしっかり踏ん張り切れたっていうところで、最近ね桐敷ゲラそして石井とね、踏ん張ったっていうピッチャーの素晴らしさもあるけども、ヤクルトとしては初回4点もあったけどちょっと攻撃が大味になりすぎたかなとね、ちょっと1点ずつ返していけば追いつけたんじゃないのかなっていうところはもったいない。で9回裏にね大山のツーランホームランを打って6対0っていうところで、まあ阪神の完勝。ヤクルトとしては初回に4失点が痛かった。それもサンタナのまあエラーじゃないけども取れたんちゃうかっていうあのプレーは大きかったね。ヤクルトはそのねチャンスはあったけどもちょっと大味すぎた攻撃が、そういったところではね完封負けね。阪神としては今追撃に向けては大きな2連勝で、日曜日どうなったかっていうとね、5対3で、ヤクルトの勝利っていうところでね、阪神先発西勇輝5回86球8安打6三振1四球5失点、まあちょっとホームランに泣いたね。ヤクルト先発高梨5回3分の1100球4安打6三振2四球2失点っていうところで、ヤクルトはね、2回の裏オスナがツーベースを打って送りバントを決めて、山田がレフトスタンドでツーランホームランで先制で、3回の裏にはねワンアウトから長岡のサードフライをサトテルがまさかの落球っていうか、あと宇野さん以来の頭に当たるっていうね、どうしたん何があったんっていうぐらい、それ落とすそれ頭に当てるっていう、本当宇野さん以来のヘディングキャッチ、まあ、キャッチしてないけどね。で村上フォアボールでオスナ三振するけども、2アウト1塁から沢井がライトスタンドでスリーランホームラン、プロ入り初ホームラン5バッティングね。まあ2軍ではねホームラン量産して、まあ、1軍でもね、まあ、早いうちに打てるだろうっていうところでね、まあ、怪我もあってね、まあ、それを乗り越えてこのホームランはね素晴らしい。大松にちょっと似てるけどね打ち方、まあ、俺の気のせいかもしれないけどね。で今日の試合はねヤクルトが早々に5対0っていうね、大差をつけるんだけども、まあ、4回の表にね、森下がツーランホームランを打って5対2ね。で追い上げを図って7回にもねワンアウト1塁でチャンス作るけども、森下ショートフライ大山センターフライっていうところで、高梨からロドリゲスに変わってね、そのロドリゲスがしっかり抑え込むね。で、8回にもチャンス作るけどもワンアウト2、3塁から中野のサードゴロの間に1点上げるのみで5対3、ちょっとずつ追い上げてくるけども追い上げ届かず、ヤクルトとしたら2発のホームランで5点を取って、まあ、優位に進めるっていうところではね、まあ、高梨も腕にねボールが当たりながら必死に、ね、頑張ったっていうところもあるし、まあ、リリーフ陣もねランナー出すけどもなんとか踏ん張り切れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。まあ、ヤクルトとしてはね5位中日に 2.5 ゲーム差、最下位脱出に向けて次のカード中日戦、ね、ここは頑張りどころだし、ここで3連敗しないで、しかもね、新戦力のね沢井がホームランを打って、チームとしてはねいい傾向の勝利だったんじゃないでしょうか。
巨人対 DeNA、 7日の試合3対2、巨人のサヨナラ勝ちということで、 DeNA 先発ね、石田裕太郎、2回3分の1、51球、5安打1三振、2四球無失点と、もうそこからね、まあ、DeNA も負けられないから、リリーフいっぱい使って、長川、山崎、安明、伊勢、ウィック、ウェンデルケ、森原、佐々木、千賀やとね、1、2、3、4、5、6、7、8人のピッチャーを使って、なんとか逃げ切り勝ちしたかったけども、まあ、ミスでね、追いつかれてサヨナラ負け。で、巨人先発井上春人、6回89球、4安打6三振、1四球1失点とね、非常に粘りの投球で、こちらもケラー、バルドナード、小野笠間、大勢、絶対悲しい、横川とね、リリースをしっかり粘り切ってね、逆転勝ち。 DeNA は初回ね、2アウト1塁からオースティンのタイムリーツーベースで1点先制して、これね、ジャイアンツもなかなかね、初回もね、先頭丸が、レフト前ヒットで出てチャンス作るけども1本出ず無得点で、2回も先頭ね、浅野がランヤンダで出るけども得点できず、で3回にも先頭ね、吉川ツーベース、そしてモンテスがレフト前ヒットで、ノーアウト1塁3塁ビッグチャンス作るけども、岡本がファーストファールフライ、大城フォアボールでワンアウト満塁から、ここでピッチャー中川に代わって坂本がファーストファールフライで、浅野が三振と、もう 1、2、3 とチャンス作るのに1本出ないね。で4回三者凡退で、5回はね、2アウトから3者連続フォアボールでチャンス作るけども、浅野が三振とね、山崎康明自作自演のピンチをなんとか踏ん張り切るっていうね、ところで、もうこれ巨人負けたなと、これはもう完全これ勝たれへんと思ったら、6回裏ね、先頭門脇がフォアボールで出て、でマスターがダブルプレー、ほらもう最悪の流れの展開っていうね、ピッチャー伊勢、しかし、丸がね、フルカウントからど真ん中のストレートね、伊勢どうしたんっていうど真ん中に投げちゃって、で打った瞬間ホームラン、ライトスタンド同点ホームラン、いやこれで分からなくなったぞっていうところでね、巨人は7回裏、ワンアウトからね、大城ヒット、坂本フォアボールでまたまたチャンス作るけども、浅野門脇がね、ヒットが出ずね、得点できずっていう、こちらまだチャンスで1点取れない、そうしてる間に8回表ね、ワンアウト2塁から DeNA、佐野がね、タイムリーを打って2対1逆転、あ、これも完全巨人負けたなとね、もうこれはもうそのまま終わるだろうとなった時に、9回裏ピッチャー森原ね、ワンアウトから坂本ライト前ヒットで、浅野が三振して2アウト1塁、代打長野のね、サードゴロ、なんと柴田がファーストへワンバン悪送球でセーフ、ゲームセットがセーフで、2アウト1塁、ここでね、1軍に上がってきたばっかりの代打中山ライトね、インコースの難しいところライト前ヒットで同点っていう、ゲームセットミス柴田バット、守備固めで入ってミスはね、まあそれはエラーするつもりは出てないだろうけどもね、でもそれでエラーしちゃダメなのよ、でそこでね、追いついてね、でまあその後もね、ランナー出しながら両チームともに点が入んない、 DeNA も10回表柴田ね、センター前ヒット、いやもうなんとか取り返そうと必死さ出てた、で梶原三振で、桑原のライト前ヒットで柴田も必死にね、三塁狙ってワンアウト一三塁ね、でここで桑原が盗塁成功して2アウト二三塁から関根三振、ね、でオースティン敬遠と、こうピッチャー高梨ね、オースティン敬遠で牧勝負なんやと、ね、これで俺ピッチャー交代かなってね、正直思ったんだけども、ピッチャーがいないんだよね、その、まあ、いないっていうかね、まあ、高梨最後ね、11回はね、あ、10回は、高梨が投げてね、で11回からは横川が2イニング投げるんだけど、ここで右誰やって言ったら泉と平内しかいないんだよね。2アウト満塁で泉と平内を出す、多分勇気はベンチいなかったと思うんだよね。押し出しもあるからね。で俺はあ、それだったらもう高梨勝負かと思ってね。で高梨がアウトコースのシュートをね、打たせてね、牧セカンドゴロ、高梨クッピッチね。でまあそこオースティンをね敬遠してっていうね、まあどちらも怖いけどもね、まあ勝負に出たね、巨人の策が当たったなと。ね、で12回の裏、ね、阿部監督がオホイにツーアウトホームラン狙っていけ、一発狙っていっていいぞって言ったら、まさかの左中間サヨナラホームラン、オホイまさかの逆転勝利、これは巨人にとってねかなり大きな勝利、ね、優勝の裏な上では大事な勝利になったんじゃないでしょうか。そして巨人ね、2連勝で迎えた第3戦、8日日曜日の試合、巨人対 DeNA、8対0で DeNA の勝利ということで、DeNA もね、3位 A クラス狙っていかないといけない中で、3連敗するわけにはいけないというところで、DeNA 先発吉野、6回93球、6安打5三振、1球持ち点でグッペッチ。ね。逆に巨人面です。3分の1、25球、2安打1三振、3四球4失点。もう、6人目のピッチャーが巨人にはいない。ね。西舘もダメだった。赤星もダメだった。しかもリリーフで出て1失点、
ね、マタギもダメだった。誰も6人目いない。これがチームの泣きどころ。ね、DeNA は初回ね、梶原のサードゴロ、岡本がファーストへ悪送球。まあこれエラーついたけど、ちゃんと投げててもセーフだったん。俺、あれこそ内野安打でよかったんちゃうかと思って。まあちゃんと投げてたらアウトっていう見込みなのかな。で、そこからエビナの、ね、打席で、ファーストへメンデスが悪送球。で、エビナフォアボール。で、ノーアウト一塁から佐野は三振取るけども、オースティンタイムリーツーベースの牧がタイムリーツーベース。で、宮崎はもう連続フォアボールで、ここでピッチャー京田に代わって、京田がセンター、あ、ピッチャーが赤星に代わって、京田がね、犠牲フライで一気に4点。で、2回にね、牧のタイムリーで5対0。もうこれでジエンドだね。で、9回に、オースティンタイムリー。で、牧のね、ファーストゴロを、秋色が悪送球。もうエラーも挟んでね、山本のタイムリー。まあ8対0ね。もう圧勝かなと。巨人は3つのエラーでね、負け切るっていうね。ところでは、まあ打撃もね、ちょっといい光るところもなくね。まあ完敗っていうところ。まあ6人目の男がいないのがね、痛いね。まあね、この試合ね、広島が負けてくれたからまだ良かったけどもね、まあ、巨人としてはまあカード最低でも2勝1敗の勝ち越しっていうところはね、ポジティブに考えて良かったことだし、まあ、DeNA もね、ここ3連敗しなかったね、この3戦目はね、非常に大きな勝利になったので、ね、まあ、次のカードね、阪神との一騎打ちにはね、かなり大事なね、勝ち星を挙げて戦いに挑めて良かったんじゃないでしょうか。そしてさっきね、巨人対 DeNA 間違えてました。金曜日試合なかったんでね、1勝1敗の五分でしたね。勝ち越したわけではありませんね。ということでちょっとイメージが先行しすぎてっていうね、ところもあったんですけども、巨人 DeNA は、土日の2戦のみだったんで1勝1敗の五分っていう形でね、まあ、ドラゴン中日はね、阪神にこのままね、追いかけていきたいし、中日としてはね、あちゃちゃちゃもう疲れてる俺。まあ、巨人としたらね、カープにね、0.5 ゲーム差広げれたっていうところはね、非常に大きな週末の戦いだと思います。さあ、ということで今週のベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグから、投手オリックス山下俊平太、グッピーチ復活か。キャッチャー楽天安田、やればできる、知ってました、はい、ファーストロッテ外、7安打7打点、あなたの力でロッテの勝ち導きいく勝利打点。セカンド、オリックス、太田。いい感じで打つね。はい、サード、日本ハム、清宮。もう打ちすぎです。はい、ショート、西武、源田。コツコツ行きましょう、はい。レフト、オリックス、西川。ここに来て打撃大好調、はい。センター、オリックス、広岡。頑張っていく、はい。ライト、ロッテ、藤原。ここから成長していきましょう、はい。DH、ソフトバンク、山川。もうタイトル確定か、はい。リリーフ、ロッテ、栗吉。23試合連続無失点、ゴッページ。次々でセリーグ、ピッチャー、ヤクルト、吉村、グッカップ。キャッチャー、広島、坂倉、効果的な一発。ファースト、DeNA、オースティン、もう手がつけられないのか。セカンド、巨人、吉川、11アンダー。サード、阪神、サトテル、守備も頑張ろう。でも当てただけでホームランはパワーがさすが。ショート、DeNA、強打、バトルフェイス、はい。レフト、ヤクルト、サンタナ、高めは強いぞ、はい。センター、阪神、近本、ここに来てや、ね、タイトルへ。ライト、阪神、森下、11アンダー7点、初球からの積極打法、生きてます、はい。リリーフ、阪神、石井、グッリリーフ、はい。さあ、ということでね、なんとか、その時もね、疲れに負けず、動画ね、撮り終わりましたけども、次のね、来週がもう、正念場です、はい、火曜日から、ね、セ・リーグは広島、巨人の首位攻防戦、マツダで、こちら、3連戦、そして、3位、4位の A クラス争い、阪神、DeNA、甲子園で、こちらも3連戦、そして中日、ヤクルト、こちら5位、6位、最下位争いというところで、ね、ヤクルトは最下位脱出可能です、これはもう目が外らせない、どうなるのか、ぎゅっと縮まっていく可能性もあるからね、それからぐっと離れるパターンもある、さあ、どうなっていくのか、どっちかが勝つ、ね、どこが生き残るのか、楽しみですね。でパ・リーグは日本ハム対西武、楽天対ソフトバンク、オリックス対ロッテと、A クラス対 B クラスの戦い、ね、まあ、ソフトバンクはもうマジックを減らすだけ、日本ハムはもう2位を確定させたい、まあ、ロッテと楽天の、ね、3位争いっていうところが今後の、ね、パ・リーグを占う勝負になっていくんじゃないでしょうか。ということで佐々木頑張って総チェック取りました。それではまた来週もね、素晴らしい試合が続きますから皆さんと楽しんでいきましょう。それでは。